アグスティン・ブニョス・グランデスは、スペインの軍人。第二次世界大戦では、青師団の司令官を務め、フランコ体制下のスペインでは閣僚を歴任した。マドリードの中流家庭に生まれ、トレドの陸軍不評学校に入学した。卒業後の1915年に、モロッコの部隊に配属される。スペイン内戦では、フランシスコ・フランコを支持し、将軍に任命され、 アフリカ軍の指揮権を掌握した。1937年2月には、スペイン外人部隊を率いて、マラガの戦いに参加した。1941年、スペイン政府が東部戦線で戦うドイツ国防軍に対し、内戦中に受けた支援の返礼として、レニングラードに義勇兵部隊アオシ団を派遣すると、その司令官に任命される。その際、ドイツ軍の施設内で、 アドルフ・ヒトラー、ビルヘルム・カナリスと会談している。同年9月8日に二級鉄十字章を授与され、1942年1月19日に一級鉄十字章、3月12日に騎士鉄十字章を授与されている。1942年12月に、エミリオ・エステバン・イコール・インファンテスト司令官を交代してスペインに帰国し、中将に昇進する。 1945年に軍艦区司令官に任命され、1950年には国防大臣に就任する。1962年に第一副首相に就任し、1967年まで務めた。1970年にマドリードで死去した。ありがとうございます。